ていたのと、なんか長くなっちゃったんで、まあ、今日は実際乗ってみてどうやっていう話をですね、していきたいなと思います。絶賛花粉症でございまして、なんかちょっと聞き苦しいところとか鼻がーってなっちゃう時が、あるかもしれませんけども、ご了承ください。よろしくお願いします。今はただ走っているだけなんですけども、どうなんでしょうね。走ってるだけでこの感じが伝わるのかっていうのは、はなはだ疑問なところではありますね。どうなんでしょうか。まあ、そもそも純正の頃だ、純正のうちにちゃんとなんていうか動画を撮っていなかったんで、比較対象が正直ないんですよ。ないので、まあ、あの細かいところ、そのなんていうの、ね、走ってる動画とかは、まあ、なんか上げてくださってる方のですね、まあ、その雰囲気を、楽しんでいただけたらいいのかなと勝手に思っております。はい、まあ、乗った感じ、そうですね、乗った感じというか、なんと説明すればいいんでしょうか。高速においては、まあタイヤも変えちゃってるし、今回そのいじった時にタイヤと、ショックとラテラルロッドの3点を交換してるんですけども、まああの効果が多分強すぎるかな。どれかがなんかこう段階的に、変わってきた感じじゃなくてですね、いろんなものがこう一気に変わりすぎて、あの元がどうだったか全然思い出せなくなってしまいまして、そのなんかちゃんとしたすごい、ね、レビューができる人だったらもういいこと言えるんでしょうけど、何も言えんわ。その何がどう変わりましたかって聞かれたら、固くっていうとあれか、まあ固くはめっちゃ固くだったけど、あのしっかりしたっていう感じですかね。やっぱりあの車高を下げたっていうのと、あ、今ので分かったんですかね、これ路面の追従性が明らかに良くなったんですよね。よく収まりも良くなったんで、こう腹がシェイクされる感じ、なんか久々ですわ。ドリシャの時みたいな乗り心地になりました。なんか懐かしいです。全然それに比べたら柔らかいんですけど、結構なんだろう、ふわふわしたその感じっていうのはなくなりましたね。本当にだいぶいいと思いますよ。なんていうんですかね、でもショックとかも入手性が多分そんなに良くないので、これ多分ですけどね。なので、まあ、手軽に作れるかって言われたら手軽でもないし、まあ、正直その今いろんなメーカーさんが足回り作ってらっしゃって、であの配信にも来てくださるね、あのレインボーオートさんをはじめというか、ちゃんといい感じの車庫帳っていう製品って多分レインボーオートさんのコンクエストナンバーしかないと思うんですけど、だからまあちゃんとしたのをつけた方がちゃんとこう潰しが効くっていうか、ね、そのセッティングに幅を持たすことがあのできると思いますので、うん、まあ、僕みたいなちょっとあの変な人向けですよね、こういう組み合わせは。なんかどこどこのすごいスプリングとかは使っていないので、なんかそれこそヤフオクで買えるやつなんでね、ダウンサスも。ただヤフオクで買えるダウンサスっていうのも
ごいね、膨大な数、このヤフオクだけじゃなくてもですよ、そのいろんなメーカーがあって、綺麗だ。